travel, music, fashion, life, future, sustainability, diversity, world, enjoyment. TBS ラジオ、有機食品プレゼンツ、高嶋ちさ子、Taste of the World。皆さんこんばんは、高嶋ちさ子です。 TBS ラジオ有機食品プレゼンツ高嶋ちさ子 Taste of the World。 この番組は日常の小さな出来事から世界の話題、そして時々やってくる私の親しい友人やあらゆるゲストを迎えして、リスナーの皆さんと楽しい時間を過ごす30分です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 TBS アナウンサー山内彩です。さあ、今週のゲストは音楽家の方ですね、はい、そうですね、久しぶりじゃないですか、音楽家の方。本当、ね、そして、はい、歌という方は初めてかも。もちろん初めてですよ。そうですよね、いつもだいたい楽器を携えてですが、そうですそうです。あれですか、岡本さんは初対面ですか、うん、私初めてなんです。そっかそっか、すっごく面白い方ですよ。楽しみです、はい、今週は男性ソプラノ歌手、ソプラニスタの岡本智孝さんがいらっしゃいます。今週もよろしくお願いします。有機食品プレゼンツ高嶋ちさ子 Taste of the World。 この番組は美味しさの道を開く有機食品の提供でお送りします。 Are you enjoying Taste of the World? あてみにたまおな。 Thank you。改めまして、高嶋ちさ子です。 TBS アナウンサー山内彩です。今日のゲストをご紹介します。男性ソプラノ歌手、ソプラニスタ岡本智孝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡本智孝です。久しぶりでございます。お久しぶりです。おへそおへそすごいね、すごい喋り声と全然違うんですね、うん、あ、そう、でもね、このまま歌っていけるんですよ。本当だ、すごい。今つられて高くなりそうになっちゃった。あの、僕にとってはこのソプラノ声が男性なんですけど、うん、一番自然な声で、うん、うん、あの、天然もののソプラノです。そうなんだ、うん、え、ちょっと待って、ソプラニスタっていうのは、はい、うんうん、私本当音楽家であれなんですけど、いやいや、いないからソプラニスタがね。そうだよね、うん、男性はテノールか、テノール、バリトン、うん、バスっていうのがまあ一般的な男性の声で、うんうんうん、カウンターテナーっていう、あの、メラヨシカズさんの兄弟子でもありますけれども、はいはい、メラさんなんかカウンターテナーっていうその定義が裏声で高い声を発声すると。で、僕のソプラニスタっていう言葉は子供のボーイソプラノもソプラニスタ、ああ、そっか、うん、それからさっき言った裏声のカウンターテナーで、うん、普通はアルトの音域なんですけど、うん、中にはソプラノまで出せるカウンターテナーの方もいらして、うん、とにかく男性でソプラノが歌えればソプラニスタ、うん、へ、うん、で、僕の場合はその生まれつきのソプラニスタなんです。変声期はあったんですか？それがね、なかったの。自覚が全くなくって、でも、うん、20歳ぐらいだから、国立音大に在学中に自分は歌手になるんじゃないかと、うんうん、ちょっと待って、国立音大行ってる時点でも歌手じゃないですか？あ、え、いや、国立は当時で僕の学年だけで120人いましたから、そこからやっぱり演奏家に残っていくっていうのはね、ちさ子さんもそうですよ、もうごく一握りのね、人間しか演奏家になれないじゃないですか。で、大学中に、うん、耳鼻科に行ったら、うん、岡本さんの喉はもうね、大人の骨格に変わってますから、変声期は終わってますよって、安心してくださいって。当たり前だろ、本当に。そう、本当。でも変声期らしきものが自分でなかったから、うん、え、ちなみに、じゃあ子供の時の8ミリ、うん、8ミリじゃないか、ビデオとかあるじゃないですか。ある。その時の声と比べてもあんまり変わってない。いや、やっぱオペラの歌い方でね、うんうん、今歌ってて、うん、昔どうやって歌ってたかもう自分で分かんないんですよ。で、子供の時のテープ聞くと、あの、カーラースっていうのをね、うん、あの、途中でリピートして、終わりが来ないカラスを歌ってる岡本少年の岡本少年こと大丈夫かい7つの子をね歌ってる声が残ってるんですけど、今とはやっぱり違う、全くやっぱり幼い、うんうん、どこにでもいるボーイソプラノですね。
じゃあもう一回改めてプロフィールからご紹介させていただきます、はいはいはい、岡本智隆さん、国立音楽大学声楽科を卒業後フランスに留学、2002年にパリプーランク音楽院を首席で修了で、女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手ソプラニスタとして2003年に CD デビューされました。以降国内外で活躍し、東京オリンピック2020閉会式ではオリンピック参加を歌われて世界中から注目を集めたと。素晴らしい、綺麗な声です。プロフィール読んでくださって嬉しい。本当に嬉しい、ありがとうございます。綺麗な声でもね、喉が違うってことですか、はい、岡本さん他の人と。よくね、自分でも分かってないんですよねこれがね。でも声帯をこう見てもらったりすることはあるわけですよね、うん、声帯って、うん、1. 点何センチの世界なんですよ、うん、だから少しサイズが大きいと男性っぽい声帯に見えるらしいんですけど、うん、でも男性でもやっぱりその 1. 点何センチで長い短いってあんまり言えないらしくって、うん、この声はソプラノだねっていうのはパッとは分かんないみたいで、うん、けど女性のソプラノの歌が歌えちゃうってことですよね、はい、そうです。もうかあの逆に男性のいわゆるテノールとかバリトンの歌は僕には低すぎて、うん、低い声になるとこんな感じカスカスになっちゃうんで。えじゃ あ, あのコロラトゥーラ的なこともできちゃうんですか。できますよみたいな すごい。そうでもソプラノって言っても女性のソプラノも大きく分けて5種類ぐらいあって、コロラトゥーラっていうのは本当に一番高くて輝かしいね、高度なテクニックの声なんですけど、はい、僕の声はもうちょっと低めの分厚いドラマティック系の声ですね、うん、今でも声出してる時にすごいいろんなところが震えてましたね。本当震えてる面白い。なんか口の中が最高に面白いです。なんかベロベロが本当だ合ってるの、あれ本当だ震えてる、うん、あ本当、うん、すごい。そうこの喉の力を緩めて、うん、規則的なこのバイブレーションでビブラートがかかるんですよ。へー、それこそ不思議でしょ。だけど歌えるのは一番歌っててコンフタバルなのは、うんうん、ソプラノじゃないですか。ソプラノなんです。そうなると例えばオペラとかで、はいはい、ソプラノの役やるときは、うんうん、女性の役じゃないですか。まさにその問題があって、はい、ただこの男性のソプラノの声ってオペラが発祥したバロック時代には実はね、うん、いっぱいレパートリーがあるんですよ。ただバロックオペラって、うん、あんまりこう蝶々夫人とかトスカみたいにね、うん、有名ではないので、あのその曲だけ取り上げてコンサートで歌ったりとか、うん、それからでも僕の声はドラマティックなので、うん、あのベルディとかねプッチーニとかをコンサートで歌いなさいって留学中もね、いろんな先生にレパートリーを広げていただきました。となるとやっぱりソリストですよね。そうですね、うん、そうなんだ。オペラの一つの役をやるというよりも自分のこうドラマティックな声を皆さんに聞いていただくって、そうですね。僕の場合はもともとこういう芸能の、ね、お仕事にも興味がありましたし、あのオペラ歌手の道を極めていくっていう道じゃなくって、自分のこう僕アキナちゃんとかトシちゃんとかを聞いて育った世代なので、そういうのをあのオペラの声で歌えたらいいなって、うん、今コンサートでは郷ひろみさんも美空ひばりさんも歌ってます。大奥専門大奥専門チャラッチャーみたいな面白い。ちょっと今度 の歌謡祭にぴったりの人がここにいましたね。大奥専門 のオーディションに出れるじゃないですか、あのテレビバラエティの。へえ、面白いね。ありがとうございます。ということで、あの食べることもお好きということですね。これは大好きなのでね、うん、あのここに並んでる調味料ね、うち、ん、にあるの。あ、来た。あ、お料理もされるんですか。大好きなんです。すごい。そう、自分で料理をするので、うん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 、有機食品の、はい、貝柱のお出汁とかね、はい、さすがそう、だいたいねこのねガラスープが出てくるんですけど、うんうんうん、水色の方ですね。あ、水色の方、そうそう、すごい。あ、使ってらっしゃる。それはもうねアドバンスですよ。オイスターソースとか、はい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 、あとねニンニクでしょ、はい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 、あと何がある、なん豆板醤系、まあ、豆板醤、はいはいはい、うん、甜麺醤とか、はいはいはい、あ、甜麺醤、これこれね、うん、はいはいはい、うちにある。すごい、うん、しこれ便利ですよ。オリーブオイル、え、オリーブオイル、うんうんうん、あ、ポーションになってんだ。そう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 、へえ、いいね、すごいフレッシュでね、うん、
あ、いいこれ、うん、どうぞ持ってってください、よかったら私が言うことじゃないけど有機食品プレゼンツでございますので、プレゼンツだ、有機食品まさにそれでございます、はい、ありがとうございます。じゃあこの後はちょっとお料理やお食事の話も聞いていきましょう、はいはい、TBS ラジオ有機食品プレゼンツ高嶋ちさ子 Taste of the World。今夜のゲストは男性ソプラノ歌手ソプラニスタ岡本智孝さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあここからは食にまつわるお話を聞いていくんですが、うん、はい、大好き、もう有機食品の調味料もたくさん持っていらっしゃるということで、ね、はい、どうします、どっち系の料理からいくか、うんうん、好きな食べ物からいくか、はあ、料理は本当男の野郎の料理で声ソプラノなんですけど、うんうん、作るものは野郎の料理。そうなんだ、はい、今日もだってね服装がこのなんて言うんですか、キコリっぽいの、そう、うん、あのオーバーオールとね、オーバーオールかビッグサイズのオーバーオールでね、チェックのシャツに可愛い、キャンプとかが好きそうな感じにね、うん、あ、そう、ありがとうございます、うん、お料理はどういう、あのじゃあもう炒める、うん、もう野菜炒めとか、あとパスタをザーンと作ったりとか、うん、はい、もうあの本当にあの簡単なやつ、で、あの食べに行くとしたら何料理が好きなんですか。ね、世界で一番好きな料理が餃子なんですよ、うん、あのさ、パリに留学してたんだからさもうちょっとさ ね, ね、なんか私もちょっとフォアグラン、そうそう、エレガントな、ね、餃子好きですよ、チーズいっぱい買ってほらチーズなんてオフランスの香りがするです、まあ、確かに確かに確かに、そういうのも好きですよ、うんうんうん、けど餃子なんだ、餃子が世界一好き。 どこの餃子が好きなの。あのね、うん、人生の一皿を選ぶとしたら、うん、僕は母の餃子、うん、ニラがいっぱい入ってて、うんうん、ニンニクが効いてて、うん、もう本当に美味しい。それは自分で再現できるんですか。自分でね再現しようと思ってもなかなかこうたどり着かないし、だからでもね母の餃子がね、うん、一番かな。あ、うん、そうか、お店ではここっていうのは特にないです。あのね、ぶっちゃけ言うとどこでもいいそうなんだ。もうね、餃子なら何でもいい、できたらニラが入っててほしい、うんうんうん、できたらぐらいですね。あ、そうなんだ。あの比較的何でも美味しくいただけるタイプです、はい、あ、じゃ あのちょっと変わり餃子とかよりはもうプレーンな普通の餃子が好き。まさにその通り、分かる、はい、すごい分かる。焼き、焼き、うん、焼きですね、水、うん、じゃない、水じゃないです、水じゃない焼き。でも最近ね、あの蒸し器をね、買って、うん、あの焼き餃子で売ってるやつを蒸したりとかでも、うん、あ、美味しいなと思って。今蒸し器流行ってますもんね。そう、なんかね銀色の傘みたいなね、ぐわっとこう回転しながら広がるね。何それ知らない？知らない。傘みたいな、私はなんかあの竹籠みたいのを想像してました。あ、そんなクラシックなんじゃなくてね、もうちょっとナウな。ナウなやつ。ナウって久々に聞いたな。ごめんね。そうなんだ。じゃあそうなると小籠包系とかも好き。大好きです。あ、うん、それこそ喉のためにこれは絶対に食べるとか、はい、辛いものは実は食べないとかあります？うん、あ、本番直前はあんまり食べないですね。それから前のコンサートの前の日は、うん、あのスタッフとか共演者と一緒に行くと喋っちゃうので、うん、あのなるべく喉を温存しときたいので、うん、本番の前の晩は一人飯です。あ、うん、そう、どこ行っても、うんうんうん、でも美味しい美味しいね、うん、ものをこう値段の高いものも一人だと食べられるんで。あ、そっか、うん、一人で値段の高いものを食べる。そう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 、割烹とか行ってね。すごい。そう。お一人様だ。ね、お一人様でこうしっぽりと、はい、いただくという。そうか。ではコンサートツアーのお話伺いましょうか。もう一個聞いて、もう一個聞いて、はいはい、その閉会式の時って、うんうん、オリンピックで、うん、緊張しました。しなかった。あのね、本当に散々リハーサルやるんですよ。散々ね、言葉選びがさ、ひどすぎる。本当にもう一回やれば、我々プロだからね。行った方がいいよ、ちょっとできるじゃない。分かりますよ。ここ通って、うんうんうん、ここでお辞儀するとかね、一、うんうん、回教えてもらったらできるじゃない。うん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 、でなんかだけどあのお客様がねコロナでいらっしゃらなかったけど、うんうん、僕オリンピックに本当にもう胸を打たれてね、選手がこう讃え合う姿とか、うん、ライバル同士でもこんなにね讃え合えるんだってすごいなってあの感動して見ていた。最後に選手の方がステージを囲んでくださっての歌唱だったので、うんうん、もうそれが嬉しくて思い出したんだけど、うん、私も閉会式の時の
パラリンピックの閉会式のオープニングで私の CD が流れた、はい、素敵。知らなくて、うん、使われるって知らなかったの。それで高嶋ちさ子さんのっていうのが声で流れてアナウンサーで説明しますね。だからみんなから今オリンピック行ってるの、パラリンピック出てんのってすごい言われたんだけど、うん、それで私知らなくて、うん、みんなから LINE がガンガン来たんだけど、そんなことある。テレビも見てなくて、うん、家でポテトチップス食べてて、いやいや何それ何それみたいな感じ。素晴らしいじゃない、使ってくださったって ねすごいですね。びっくりだったの。だけど生でその場にいらしたっていうのは感無量だったんじゃないかなと思って。僕もね、だから両親にも言っちゃいけないし、あと所属がホリプロなんですけど、はい、ホリプロの社員もほんの数名しか知らなくって、あの内緒にしておくのが大変でした、うん、あ言いたくてしょうがなくて、うん、もう両親にはオリンピック楽しいね、うん、閉会式もすごい楽しみだねって、うん、あれは見た方がいいんじゃないかなみたいな、匂わせ匂わせまでで喜んでくださった、はい、あのテレビの前で痛くなるほど手を叩いたって、いや、はい、もうよかったですね。餃子の上手な母がおっしゃりました、ね、親孝行ができました、ねね、そっかそっか。さあそれではコンサートツアーご紹介します、うん、はい、CD デビュー20周年記念コンチェルト・デル・ソプラニスタ、ブラボーブラボー、ありがとうございます。2023-2024、今後ですと12月19日木曜日は熊本、そして12月21日土曜日が福岡、こちらはクリスマスディナーショー仕様になっているということです、はい、さらに東京もあります。東京が12月26日木曜日、東京のラインキューブ渋谷、これがファイナルということです、はい。去年から始まっているツアーでついに、まあ、この12月でファイナル。そうなんです、あのもう年から年中ちさ子さんも一緒だと思うんですけど、はい、本当にコンサートでね、うんうんうん、あちこち行ってるんですけど、1年をかけたコンサートツアーを初めて挑戦して、うん、CD デビュー20周年で初めてグッズ販売なんていうの、ちょっと色気出したりなんかして、ちょっと待って、はい、なんか言葉遣いがちょっといちいちさんを本当やめて、いちいちそうグッズとか等身大パネルとかね、うん、等身大、それすごいかも。20周年にかけて僕の20分の1のサイズのアクスタとかも、ね、かわいい、はい、このアクスタは、うん、今日みたいなこうプライベートのお洋服なんですか、それともこのドレッシーな、あこのボリュームのある、皆さんがテレビで見たことのある姿のドレッシーな方のマントを着て、はい、けど衣装変な話、衣装もなんか変えたりする、うんうん、あもちろんあのいくつかチェンジします。コンサート中に、はい、すごい衣装代かかりそう。そうかかるな。違う、絶対かかるよね。みんな衣装代かかってるでしょう。いやだけど、なんか生地の量もすごい。私は吊るしでいけるから、吊るしで。ああ、特注。オートクチュールです。オートクチュール初めてフランス語聞けた。ウィーだけでしょ、ウィーだけ、ウィーだけでウィーだけ、オートクチュールね。もうあのすごい、あの生地は何十メートルと一着に使ってます。いつも同じ方が作ってくださる。そうですね、最近はずっと同じ方で、うん、はい、うん、衣装も注目ですね、はい。さあそれでは最後に今日は歌を聞いてお別れとさせていただきたいです、はいはい、あなたに太陽を CD デビュー20周年記念ベストからですが、はい、どうしましょうか。はい、もうこのタイトル曲になってます、うん、あなたに太陽という作品で、はい、キロロの玉城千春さんに作詞作曲をしていただいて、僕ねあんまり自分の曲が、うんうん、を欲してもなかったし、うんうん、でもこのチャンスですから作りましょうって言われて、すごい素敵な曲を作っていただいて、はい、なんかしかも聞くところによると、うん、お母様も関わってる。そうなんです、玉城千春さんが高知のうちの母のとこまで取材に行って。嘘でしょ。そう、そんなご縁もあって母がこのあなたに太陽という曲で東京でレコーディング一緒にして、一緒に歌っちゃってるんですよ。すごい。じゃあ歌詞がもう本当にお母様に関係がある感じ。そうですね、あのなんか心の中に大切なものとか好きなものがあればちょっと元気出るよねっていう曲なんですけど、でもあの曲のその内容は母が地元で応援してる息子のこと、それから息子も東京で都会に出て、ね、あの頑張って生活してるよって、でもお母さん元気でいてくださいねみたいな感じの曲になっています。はい、じゃあ曲紹介をお願いしましょう、はいはい。岡本智孝であなたに太陽。有機食品プレゼンツ高嶋千佐子テイストオブザワールド、本日のゲストは男性ソプラノ歌手ソプラニスタ岡本智孝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 TBS ラジオ
有機食品プレゼンツ高嶋ちさ子 Taste of the World。 I had a great time tonight. Thanks for dinner. 高嶋ちさ子 Taste of the World。お送りしてきました TBS ラジオ有機食品プレゼンツ高嶋ちさ子 Taste of the World。 お別れの時間が近づいてまいりました。岡本さん楽しい方でしたね。いやめっちゃ楽しかったですね。けど最後の曲もなんかジーンとね、80歳のお母様の声もとても若々しかったです、はい、さあ私からお知らせでございます、はい、高嶋ちさ子&カバサアミの愉快な音楽会、それとですね高嶋ちさ子 with スーパーチェリスツ、この2個のですねコンサートが4月から同時進行で始まりますので、うん、ぜひ皆さんどっちかのコンサートと言わず両方来ていただけたらと思います。チケット販売中なのでぜひですねホームページをチェックしていただければと思います。はい、そして TBS ラジオ有機食品プレゼンツ高嶋千佐子 Taste of the World では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは taste@tbs.co.jp taste@tbs.co.jp です。番組インスタグラムのフォローもお願いします。メッセージたくさんお待ちしております。それではまた来週、高嶋千佐子でした。山内あゆでした。有機食品プレゼンツ高嶋千佐子 Taste of the World。 この番組は美味しさの道を開く有機食品の提供でお送りしました。